今日のトピックは Take for granted という言葉を使いたいと思います。 Take for granted、 granted? granted よく使うのは relationship よくこの久しぶりだよ。でもね、ゆうこ久しぶりだよ。最近この relationship をあ のことを話してないからちょっと、ずっとそればっかついた時期もあったしね、relationship ね、カップル同士のこう relationship で、うん、彼が He's taking me for granted とよく言います、まあ、彼女 can be She's taking me for granted でもいいし He's taking me for granted でもいいのね、うん、っていうのは愛はすごく優しい彼女でね、うん、毎日ちゃんと電話してあげて、で会えない日は電話してメールも書いたり、もう毎日ちゃんと挨拶の言葉を一つ入れて、うん、会える日は愛のスペシャルクッキーを毎回作ってあげたり、お弁当詰めてお弁当詰めて、なんかプレゼントを持ってやってあげたり、もういろんなこう優しい彼女なの。しかし彼はこの優しい行動をまあ普通だと思ってきてる、うん、毎日毎日毎回毎回電話もして当たり前のように思ってる。だから He's taking you for granted、もう当たり前のように思っちゃってる、思っちゃってるってことで、ありがたく 思わないようになってきた。 He's taking you for granted, I don't you know? で自分の場合にすると He's taking me for granted で、私が愛に言うのは Don't let him take you for granted。 今の分かった？ Don't let him take you for granted、うん、Don't let him step on you と同じような言い方、ないがしろとかそういう意味、あそういう言葉だね。そう、彼女をないがしろにしないで。そう、彼氏と彼女の relationship だけじゃなくても人生を Don't take life for granted、 これは人生をないがしろにしないでって言えない？それは人のことを言うの、日本語だと。まあ言えないこともないかもしれないけども、うん、人生を、まあ人生を無駄にしないで、無駄にしないで、無駄だ、ね、無駄にしないで、 Don't take life for granted、 人生を無駄にしないで、うん、我々は We take a lot of things for granted、 いろんなことを We take for granted、うん、当たり前のように思ってる。例えば車、うん、We take it for granted, you know, a lot of people in other parts of the worldDon't have cars. We have cars. We think it's normal. We take it for granted. あと他に何か we take for granted? Anything else we take for granted? こうじゃさ、すごく道路混んでんだけど、こう、ね、バス乗ってる人はこの間さ、なんかこう周り見るとみんな一人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 で車、みんな一人ずつで乗ってても、経済に一人で車を使ってるような社会で。Yeah. Anything else we take for granted? まあアパート住まいしてるとね、お湯とか水道代ないから、みんな家賃になってるから、なんか使い放題だからね、使い放題ね、水は。それで飲めるし。飲めるし。We take our clean water, drinking water, for granted.